はい、どうも、かんちゃんねです。えー、チームーさんの最新情報ですね、えー、お伝えしたいと思います。えこちら、本当はリンさんと、ピーウェルさんと、ま、ケナさんですね、えー、この3名のものになります。で、今日はですね、やっぱリンさんですね、リンさんが、あのー、フリン将軍のことを、やっぱ、ワシントンの目はトップやと、えー、もう引っ張っていってんのは、あの、フリンさんやから、えー、もう俺はついていくとお、そういうようなことを言っておられましたですね。 で負けなしさんがあのワシントンではその反逆の罪でなんやかんやとかなんかそんなことも言っておられましたので、えー、お伝えしていきたいと思いますまずはリーさんからですね、えー、私のスタッフの1人が昨夜のリッチランド軍 SCGOP での私の発言の最初の数分を録音しました、えー、私の発言時間を5分しかありませんでした、えー この時間というのは意味があるのでしょうかと。えー、軍大会のリノ共和党の主催者はなぜ、えー、私がメンバーと話す時間や能力を制限しようとするのでしょうか。えー、答えはこうです。私は真実を語り腐敗したリノは、 我々国民が真実を聞くことを死ぬほど恐れているからです。えー、リノズは、自分たちが真実を暴露されると、権力を握っていた時代が終わることを知っているのですと。と、えー、いうことですよね。まあ、リンさんはね、もう真実しか言いませんから、えー、言われたらもう都合悪いということでね、まあ、変な前もありましたけど、チラシをね、えー、リン、えー、リンさんの悪い噂のチラシをこう、あえて置いてとかね、なんかそんなことやりますもんね。 メディケアの悪い行為を枯渇した勇敢な内部告発者である元クライアントから今朝こんなメッセージが送られてきました、えー、昨日、ジョージア州で見た夕焼けですと、えー、あなたの頭を高く上げて真実を伝え続けてください。 私たちはあなたを100%サポートします、勝利を祈っていますと、えー、ダニエルさんとホープさんですかね、えー、からこうメッセージが来てたようなんですけども、まあ、夕焼けの写真ですね、えー、なんかその、まだ告発あるんかなまたちょっとまたあの夕焼けの写真を、えー、添付されてました、で上の写真は、き昨日の夕日をジョージアで撮影したものです。えー ダニエルはアメリカに移住して、えー、市民権を得ましたダニエルは自由と神を愛する愛国者です私はダニエルと彼の家族を愛しています私は彼のために4年以上強力な企業であるダビタと戦いました私は不正を暴きダビタは4億9500万ドルを支払うことで和解を余儀なくされその多くは納税者に還元されました、えー、4億ってすごいですね、まあ、ほぼ5億近くなりますもんね ダニエルはすべての宣誓証言に出席し国中で何度も宣誓証言が行われました対立候補者はダビタ事件の記録を読み私の証人に対する反対尋問や法廷での議論を学ぶべきです積極的に真実を追求し正義のために効果的に主張する弁護士である私を彼らが死ぬほど恐れている理由の一つはそこにあるのかもしれません 私は恐れを知りませんダニエルに聞いてみてくださいダビタに聞いてみてください、えー、ダニエルと私はダビタについて正しかった私たちは神についても正しかったと、えー、そういうことを言ってますねだからその記事もちょっと紹介されてるんですけどもなんかそのリンさんとこのダニエルさんが戦ったんですかね何、えー、かの案件で戦って勝ち取ったと、えー、5億ドル近く <laughs>、えー、和解金をこう、ね、獲得したというなんかそんな感じですかね でちなみにタピタはさらに4500万ドルの弁護士費用を支払わなければなりませんでしただからプラスされているということですね弁護士費用4500万ドルするんですねめさくさ高いですねで、えー、ドリー・バキシックは必死ですあまりにも必死なのでメディアや敵のプロパガンダを口にして私が狂っていると言っています 私は彼を笑いますワシントン・ポストや CNN に2020年半ばに私がニコラス・サンドマンのために成立させた和解について聞いてみてくださいメディアの被告は頭のおかしい人にタオルを投げたりしません、えー、CNN は4つのケースで私のクライアントにお金を払いました 私は2018年に CBS を倒しましたまた NBC やその他多くのプロパガンダメディアのメンバーを倒しましたそして今マキシックは私に対するプロパガンダメディアの攻撃を真似していますマキシックがビーザ・ピープルをだましているとは思えません、えー、マキシックは私を偽って攻撃することで時間を無駄にしています 5月15日には、私が SCGOP 議長選挙でどうやって悪いことをするか考えて、時間を無駄にするのかどうかがわかるでしょう。えー、ピープルウォッチングということで、えー、みんな見といてなと、<laughs> 俺が証明するからな、言って、リンさん言ってくれてますね。 で今朝はもう少し真実について話しましょう私の攻撃者は主に3つの理由で私が狂っていると主張しています1つ目私は自分の人生を神に委ねた2つ目私はトラさんを支持しており彼と国民のために悪い行為の,あの投票の件ですねを暴くために戦うことをやめていません3つ目私は共産主義者グローバリスト DS F の B の I と C の I の A を含むと好 <laughs> 意の腐敗した政治家や選ばれた指導者プロパガンダメディアを恐れません私は人々に私の記録とライフワークを確認してもらい私が狂っているのかそれとも私たちの世界が現在従事している悪との戦いにおいて真実と神のための戦士であるのかを自分で判断してもらいたいだけです 私が何者であるかあるいは今日私たちが直面している他の問題について決定することに関して、えー、国民が情報を得るために自ら調査することをお願いするだけでありますそして国民が賢明な選択をするように、えー、お願いしますとアイラブ・ウィ p ザ・ピープルと人々を愛していますとリンと,ということですねでママの内容の記事ですねそれをちょっと紹介されてまして えー、共産主義者、グローバリスト、支配的エリート、まあ、DS ですね、プロパガンダメディアは、文字どおり本物のユーモアのセンスを持っていないことに気づいていますか、彼らは冗談を言うことができず、冗談を理解することもできず、悪い冗談を言います、えー、彼らはジョークですと、<laughs> 彼らの存在はもうすべて冗談ですと、えー、そういうことを言っておられますね。で、ここですね、ここ。私は マイケル・フリン将軍のリーダーシップのもとどんな場所のどんな条件の戦場でも戦います、えー、ファイト・ライカ・フリン、えー、フリンのように戦うと言っても過言ではないでしょう私もフリン将軍の半分の勇気と国への愛を持ちたいと思っていますフリン将軍は現在、えー、ジョージ・ワシントン将軍です フリン将軍に神のご加護をということで、えー、ワシントンで、不倫さんがもうトップやと、えー、将軍やと、えー、そういうことを言っておられますね。今、中にはね、その不倫さんが、えー、裏ではもうねトップ務めててどうとか、なんかそんな内容にも、えー、記事があったりするんですけども、これ、ンさんがこういうような言い方するっていうのは、 まあ、な,なんかその近しい内容なのかなとは思いますね。まあ、その言い方が、その不倫将軍は現在のワシントン、ジョージ・ワシントン将軍ですっていう言い方なんですけども、でもこれは、もう裏ではワシントンではもトップやっていうことなんですかね。 で記事をまた1つ紹介されているんですけども、す、え、べ、ー、ての訴訟は戦争ですとウッドは言います、えー、先制証言や公聴会など、すべての戦いの中の個々の戦いです。 そのためには戦力を立て、ルールを守りながらも積極的に実行しなければなりません。ウィルバンクス氏は、この問題が裁判になると確信したとき、リンさんにこの事件に参加させたと言います。ウィルバンクスは、リンさんが裁判になると確信したとき、彼を採用者と語っています。彼ほどコミュニケーション能力に優れた人物はいないと思います。 彼は倫理的であり、積極的であり、全く恐れを知らない人です。彼はどこかの大きな法律事務所に脅かされることはないでしょうと、こういうことを言ってますね。で、ハリファックス社は内部告発者であるエリン・クンツさんが起こした上記のメディアケア詐欺事件ですね、えー、9000万ドル以上支払いました。私は彼女の裁判の主任弁護士を務めたことを公栄に思っています。 私は内部告発者を知っています。私の記録をご覧ください。そして、えー、マイク・ペンノスですね。ペンの数、えー、ジョン・ロバーツ、えー、ロット・ローゼンスタイン、えー、ヒラヒラ・クリキントンに対する告発に関して、私がインタビューした内部告発者に注目してくださいと。とここなんかすごいこと言ってますよね <laughs>。 もう,、えー、もうクリキントンやなペンの巣とかもロ,バ、まあ、ロバーツは,もうあいつはもう間違いない悪者ですからあれですけど内部、えー、告発者がおるっていうことですかねで私は、えー、悪い行為についても知っていますそれは2020年11月のあの時に行われました憲法修正第1条と私たちの憲法についても知っています私の記録で私を判断してください、えー、それは一般に公開されています 私が機会があれば、いつでも皆さんの質問に答えられるようにしていると,と同じです。私たちは時期のために戦っています。私たちは戦士です。そして、私は決して諦めません。私の記録をご覧くださいと。と、えー、いうことを言っておられるんですけども、これでもほんまに <laughs> すごいこと言ってますよね。あのー、 ペンの数とかクリキントンとかのその内部告発者の情報をめっちゃ知りたいんですけどね。何してんねやろうなぁ。これはよ言うてくれへんかなぁ。 で鈴木が SCGOP は2020年のバイカーズ・フォー・トラさんが誰なのかも知らなかったと認めあらゆるスピーチで彼らを卑下するマキシックに今後も率いられていたのでしょうか、えー、マキシックは共和党のトラさん支持メンバーの心の拠り所でありアメリカの心の拠り所でもある勤勉な中,級中流階級の愛国者たちを見下しています中流階級を見下すということは下流階級も見下すということです 私はオールを対等に扱います。ドリュー・マキシックはそうではありません。えー、ドリュー・マキシックへのメッセージということで、バイカーツ・フォー・トラさんが私を支持してくれました。マキシック、私は彼らを尊敬しています。彼らは、彼らを愛しています。あなたはそうではありません。政治から離れなさい、えー。ドリューと、まともな仕事をしなさい。あなたは仕事をしたことがないです。 えー、あなたはただの政治家ですと、えー、そんなことを言ってますねもうやめなさいとあなたはもう引退しなさいと、えー、そういうことを言ってますねでリンさんがあの明日のトランバイカーズ・フォー・トラさんのね、えー、集会に対して不倫将軍と一緒にも参加しようと、えー、マキシックよと、えー、1時からやるから 本気トンクサルーンで午後1時からやるから時間あるやろと、えー、一緒にちょっと話しようやーって言ってるんですけど、えー、どうせお前、けえへんやろともうざっくりなんかそんな感じのことをおっしゃっていましたでサウスカロナ州の GOP 組織リノ共和党とも呼ばれているものは州大会を各軍で開催するという党の内規に違反してゲームをしています本来ならば州大会は1か所で開催されるべきなのです また一部の軍ではバーチャルコンピューター投票を認め、他の軍では紙の投票を認めるつもりです。また多数の補欠大議員にも注意が必要です。我々国民は11月の投票で誠実さを欠いた投票結果に苦しめられました。SCGOP のリノたちは次期議長の選挙で悪いことをするだろうと、ビーデンプレイバックを追っています。 えビーデンプレイバックですね。もうビーデンがやったことをこいつらも同じことやりよるやろうとや、そういうことを言ってますね。s c g o p 党員がリノの悪い行為を許すとは思えません。えー、紙の投票で統一された大会を開催しなければなりません。あなたはどう思いますでしょうか。あ皆さんの声を聞かせてくださいという、えー、ことですよね。だからそのバーチャルですよね。まあそのよ、それでやったらもう絶対に悪いことしよるでしょうからね。もうちゃんとそれをやってほしいんですけど、 でも、バーチャルでやるやったらやるであの証拠取り、ね、証拠取りをきっちりやってほしいなと思います、えー。リンさんはこれで以上になります。えー、次、ピエールさんですね。ピルさんいきます。 ピービルさんが、あのーまあ、メディアですかね。メディアというか、えー、記事をちょっと紹介されているんですけどメ、メモリアルでウィークエンドにダラスで開催されるイベントに参加するように、えー、するには、えー、チケットを購入してくださいと、なんかそういう紹介ですね、えー、されてますね、えー。ダグ・ビリングスさんとのなんかイベントですかね。えー、なんかそれに、えー、参加すると言っておられました。またダラスというのがね、なんか意味深な感じしますけどね。 えー、ピールさんはこれで以上になります。えー、次、マケさんですね、えー。負けなしさんいきます。負けなしさんがあの、イルのミナティのカードですね、なんかそれを紹介されてるんですけども、えー、あなたは映画の中で、幻想の中で生きています。えー、彼らはそれを知っています。あなたはそれを分かっていますと。と、えー、そういう内容のカードを紹介されてまして、 これ、なんて読むのかな携帯の件に、えー、挙手するの虚が来た時には彼らを待たせています。私のカゴを掃除することはないだろう。えー、私にもっとたくさんの、で、なんかテープが切れるっていう内容で、えー、残念なことに何かが間違っていましたと。えー、このカードは目的を問わず、他の プレイされた直後に、えー、また再度開始できると、えー、そんな感じの内容の、えー、カードを紹介されてましたちょっとなんか意味深ですねちょっとこさんね、まあ、細かい内容はちょっとわからないですで、えー、ミッドロムニーは今日ユタ州の GOP 大会で、えー、ブーイングを受けたこれは今トラさんのパーティーです、えー、裏切り者は歓迎されないと <laughs> ミット・ロムニーさんも大ブーイングですね。もうしゃあないな。もうそんなもうロムニーさんはね、もう裏切り者ですから、そらしゃあない、えー。ロムニーが恥ずかしくないのかと聞く。いいえ、全くありません。あなたはこの国にとって恥ずかしい存在です。あなたにとってはもっと悪くなるでしょう。とミットと。まあ、ミットさんがその。 お前そんなブ,ブーイングしても恥,恥ずかしないんかって聞いても恥ずかしいわけあるかいやとお前が恥ずかしいやろと <laughs> そんなことをね、えー、言っておられますねでジャック・ポソビエクさんの,あのツイッターをちょっと紹介されてまして、えー、F の B の I は、えー、ペロシですねペロシのパソコンを探して アラスカのカップルの家を襲撃しましたと、えー、手錠をかけられ両方に尋問して、えー、しましたとでもそれは5人やったと、えー、なんかそんな内容のことを言ってますねでこの誰が まあ、ペロシですよね。ペロシのパソコンを持っているのか、すでにお伝えしています。えー、ご期待くださいと。えー、ご期待くださいということですね。だからもう、トラさん陣営側で、えー、ペロシのパソコンを持ってい、持ってるということですよね。あれどうなんですかなんか議事堂の、あの時にペロシのね、パソコンをガーッと持っていった動画が結構流れてたんですけども、やっぱりトラさん陣営側に、えー、そのパソコンがあると、向こう側は都合が悪いんでしょうね。 で、それを F の B の I が探してるっていうのは、やっぱ F の B の I はあっち側なんでしょうね。もうあっちとかそっちとかね、なんかようわかりませんけど、まあトラさん陣営じゃないもう DS 側なんでしょうね。アンソニー・ウィーナーのパソコンが異常だと思っていたが、ペロシのものが流出し始めるまで待ってくれと。ああなるほど。ペロシのパソコンの内容が流出しますと。えー、そういうこと言ってますね。 トーマス・ジェファーソンはホワイトハウスの芝生の上にいた人間を反逆の罪で売、えー、ったことがあると、えー、なんかそんなことを言っておられますね。だから、このペロシのこの後にこういう内容を言うってことは、まあペロシさん、もう反逆の あれなんでしょうねでその情報が、えー、出てくるからもうちょっと待ってくれと、えー、そういうことを言っておられます。いやーこれ期待できんなわけさん言うこと言ってくれますね。まあペロシの,あの、まあ、パソコンの中にねどんな内容が入ってたかどうかわからないんであれなんですけど、まあ、間違いなくもう調べ上げたら もう、腐るほど出てくるでしょうからね。もう、あの人の悪い行いっていうんですか。えー、そういうのは出てくると思いますので、これはちょっと早くしていただきたいなと期待して、待ちたいと思います、えー。本日は以上になります。また、あの、新しい情報ありましたらお伝えしたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。いつまでがとざいます。